皆さんこんにちは。ポケモンイニシャルクッキング、今回で第3回です。第3回のポケモンは、エレブーです。初代では無人発電所にしかいない、なかなかのレアポケモンでしたね。それでは、今回使う食材を紹介していきましょう。まず、エレブーの絵から始まる。エリンギです。次に、エレブーの根から始まる。レンコンです。個人的に好きなんですよね。最後に、エレブーの部から始まる。ブナシメジです。キノコと根菜という、なかなか相性のいい食材が揃いました。それでは、レッツラゴー。まずは、レンコンの下処理をしましょう。ピーラーで、軽く皮を剥き。適当にカットしたら、5分くらい、水につけておきます。変色を防ぐことと、アクを抜き、食感をサクサクにする効果があります。水に、お酢をちょびっと入れてもいいらしいです。エリンギは、根元を落とし、一口大にカット。ブナシメジは、石突きの部分をカットし、適当に手でばらしておきます。次に、フライパンにバターを溶かして、レンコンを水気を切ってから炒めていきます。ある程度火が通ったらエリンギ、ブナシメジを投入。で、ここで禁断の技を使います。この、追いバターは、大幅なカロリー上昇を伴うので、決して真似しないようにしてください。醤油を加え、さらに炒めていきます。めちゃくちゃええ匂いや。最後に、塩コショウで味を整えたら、エレブーの食材で作った、キノコとレンコンのバター醤油炒め、完成です。禁断の技、追いバターにより、濃厚な味わいに仕上がりました。レンコンの食感も楽しめる一品ですね。それでは、ご視聴、ありがとうございました。